を示していました。アメリカのブルームバーグニューヨーク市長宛ての手紙に猛毒物質のリシンが混入されていたことが分かり、警察が捜査しています。ニューヨーク警察によりますと24日、ブルームバーグ市長宛てに届いた封筒を担当者が開封したところ、ピンク色の油のようなものが付着しているのを見つけました。分析の結果、猛毒のリシンと判明したということです。またワシントンでもブルームバーグ市長が推進する銃規制団体に宛てた封筒からリシンの反応があったということです。いずれの封筒にも銃規制を推進する市長を脅迫する手紙が入っていたということで、警察が捜査しています。アメリカでは先月、オバマ大統領などに宛ててリシンを入れた封筒を送りつけたとして男が逮捕されています。アメリカ・カリフォルニア州のディズニーランドで営業中にゴミ箱が爆発する事件があり、警察は破壊装置を使ったとして従業員の男を逮捕しました。28日夕方、カリフォルニア州のディズニーランドで園内に設置されていたゴミ箱が爆発しました。来場者は一時避難し、怪我人はいませんでした。その後の調べで、爆発したのはドライアイスが入ったとみられるペットボトルだったことが分かり、警察は販売を担当していたクリスチャン・バーンズ容疑者22歳を破壊装置を使用した疑いで逮捕しました。動機は分かっておらず、警察はバーンズ容疑者を追及しています。旧日本軍の従軍慰安婦問題などに関する一連の発言を受けて、今日の大阪市議会で橋本市長への問責決議案が可決される見通しです。大阪市議会の維新以外の4会派は橋本市長に対する問責決議案を提出し、賛成することで一致しました。決議案には橋本市長の一連の発言によりアメリカ視察を中止せざるを得ない状況になるなど、市のイメージを傷つけたほか、市政を混乱させたとして市長を厳しく批判しています。決議案は可決される見通しで、大阪市議会では戦後初めてだということです。問責決議に強制力はありませんが、自民は反省が見られなければ大阪都構想を話し合う協議会の審議拒否を検討するとしています。以上、ニュースをお伝えしました。この後はお天気です。各地梅雨空となっていますが、関東では午後雷雨になる可能性があります。私ね、ただ寝てるわけじゃないの。お休み前に補習ミルク、枕ダメージから髪を守ります。寝起きの髪がまとまってるね、すごくない？エッセンシャルキューティクル補修ミルク、すごくない？31周年だから、4つ選べるハッピーフォーユー新登場。40周年の今だけお得なスペシャルプライス、31。日曜の夜はアロマとハーブとジャニーズジュニア。こんばんは、ジャニーズジュニアだと癒される。みんなスカパーで見てね。スカパーで検索。メイク落としの時間かな。じゃあスルーしよう。メイク前に塗るだけで重ねたメイクをお湯で落とせる下地 FWD。 姿勢が炊けたわよ。ほかほかのカップヌードル、ご飯が。カップヌードル、ご飯。はい、春江町三丁目、何が炊けたよ。日清カップヌードルは薩摩子が見えました。今回は3日間ぶっ通し楽天スーパーセーブ、半額商品、さらに休日欲しいものがありすぎる。なんとお好きな家の半額、飲食中が買えちゃいます。楽天スーパーセーブ、2日0時0分スタート。劇団四季、8月3日魔法が動き出す。ウィキッド、8月3日開幕。ウィキッド、この魔法は想像を超える。その目元にゴールドの罠。
純金のきらめき、ゴールディッシュアイズ。さあ、買えるなら選ぶなら、ソニー損保の自動車保険がお送りするスッキリ天気予報。スッキリ天気予報、気象予報士の藤田さんです。春江町三丁目、今日もついに、そうですね、梅雨にも今週は各地雨の季節到来となりました、はい、こちらの写真ご覧になっていただきたいと思うんですけど、はい、これ岐阜市の長良川上空から見たところ、はい、長良川が堤防実は外側にありまして、この中に家が結構ありまして、まあ、鵜飼の鵜匠さんなども住まれてるんですけど、ここに堤防上にあるこちら、千代さん読めますでしょうか。長良立これ、だから立根と言いまして、まあ、これからの季節、非常に大切なものになっています。岐阜市の長良川にあります長良橋、これ岐阜市の大動脈なんですが、この橋のたもとを見てみますと、これ道路、実は長良川の堤防を切って作られております。これ堤防の中に行きやすくなっているんですが、これ堤防を切れてると、やはり川の増水の時溢れる恐れがあるかなと思いますが、脇に小屋がありまして、こちらが長良立校となります。はい、立校というのは堤防を作るゲートのことでして、工事の時、入り口を封鎖して町を守るという役目を果たすものなんです。そして毎年雨の季節の前に、これ水防弾とともに訓練が行われます。車の少なくなる土曜日の深夜ですが、最終バスが過ぎた後、道路を一旦通行止めにします。そして小屋から見てますと、大きなゲートが動き始めてきました。これゲートの高さ4メートル、重さ28トンもありまして、近くで見るとかなりの迫力があるんですね。道路の幅22メートルあるんですが、これ10分ほどでこのように完全に閉まります。まあ、内側から水が漏れないように、そして立坑がスムーズに動くかなど一通り点検をしまして、そしてこの立坑を閉めてということで、この訓練が毎年終了となります。まあ、長良立坑、過去40年で7回操作されたんですけどね、やはりこうやって動くのはこの訓練の時だけになってほしいものです。では全国の今日の予報です。北日本は日中いっぱい大雨の恐れがあります。東日本も夕方以降雷雨があるでしょう。日中の気温です。関東から西では25度前後です。湿度が高くジメジメムシムシするでしょう。東京都心見てみますと、弱い雨がまた降り始めてきました。湿度も 73% と高くなっています。でこれからの予報です。午後は北部で雨足が強まって雷雨になるところがあるでしょう。南部も日中ひとひとと降り、夜は雨が強まってきそうです。南風も強く吹くでしょう。今日の気温です。今日25度に1回いかないか、これよりも気温低くなるかもしれません。ただ湿度が高く霧雨のようになっていますので、ジメッとした感じがあるでしょう。そしてサポート天気見ています。今日の都心は日中はひとひとと降りまして、夜はザーッと降りますが、はい、に入りました。一日となっていきそうです。ただこの雨もう明日明け方には止んできます。明日天気回復しますので、まあ、ここのところ洗濯物溜まってるかなと思いますが、洗濯は明日がおすすめです。以上、天気でした。おかげさまでソニー損保はダイレクト自動車保険10年連続売上ナンバーワン。夜間休日も安心の事故受付、ロードサービスが無料でついてくる。保険料は走る分だけ、走行距離が少ないあなたにお得。選ばれ続けて10年。なるほど。今までもこれからもソニー損保へ。今すぐあなたも。お見積もりはお電話で。0120クイッククイック。さあ、買えるなら選ぶならソニー損保の自動車保険がお送りしました。続いては今日の占いスッキリスです。スッキリス、今日の日がちょうど急なの。旦那が通り一の絵さん上下条件がパーフェクトに揃いそう。ゴミ出す勇気を持とう。
藤沢さん、じめっとする時期が来ましたね。梅雨が早めに到来しましたからね。それからもう雨も多くなってきて、ね、うん、まあちょっとね、普段の信号が点滅して見えるのはこれ LED の関係かも、ね、それも楽しみで生活しなきゃいけないですからね。またしてです。木曜日だ。